まず1番が三重の浅井康太です。2番山口山下和樹、3番佐賀山田秀明、4番愛媛佐々木豪、5番京都山田久典、6番香川石原颯、そして7番地元愛知近藤辰徳。以上ファイナリスト7名によって争います最終順位レース、西日本カップ争奪ファイナル S 級決勝戦です。メンバー的に言ってもこの後に連なる夏のビッグレースにつながる大一番という印象です。このファイナルの決勝、人気を集めたのは中部のエース1番の浅井康太、当然地元近藤辰徳とのタッグに注目集まります。ただ好展開見込まれて4番車佐々木豪も人気の一角、徹底型の石原颯を言いまして佐々木豪に好展開があるかどうか、短期の2人も実に不気味な存在。最終準レースのスタート S 級の決勝、悠然と1番の浅井康太、7番の近藤辰徳が前に出ました。中部コンビがすんなりと前取り、追った2番の山下和樹が3番手を取っています。3番の山田秀明、5番の山田久典、この辺りは短期戦ですが後方に帰る格好、あとは4番の佐々木豪と6番の石原颯が現在後方からの追走になっています。3番手を抑えた山下和樹、ここでどうやら四国コンビを迎え入れていこうと感じ、この流れですと短期の2人が後方に帰る格好になりそうです。1周目3コーナー回ります。ここでゆっくりと上がってきたのが4番の佐々木と6番の石原、どうやら3番手4番手に四国勢が位置を取っていきそうです。各選手の位置取りがほぼ固まってまもなく周回は2周目に入ります。さあここはスタートから飛び出した1番の浅井康太、ここは堂々と受けて立つ競争になります。まあ初日こそ展開の不利には泣かされましたが、準決勝はそつない立ち回りらしい走りで直線は抜け出しています。その浅井とは3日間の連携、昨日は好連携のワンツーでした7番の近藤辰徳、もちろんここは地元優勝へ気合が入る一戦であります。その中部勢の直後につけたのが徹底型6番の石原颯、春先以降上位との戦いでも存在感を見せる高素材、スピードの持続力を生かした先行力を随所に見せつけています。こちらも来月の G1 オールスターで大舞台初を戦いを控えます6番の石原颯、その石原目標に好展開があるか4番の佐々木豪、名前通りの豪快なパンチ力を誇りますが、今日はラインマークの競争で活路を開く構えです。折り合ってラインの3番手が2番の山下和樹、こちらは近況追い込みマークの安定感も光ります。昨日は石原颯を捉えての快勝。その中四国勢の後ろに控えたのが短期の2人、3番の山田秀明、まあ短期戦を決して苦にするタイプではありません。初日の得戦も短期戦で快勝、ただ今年まだ意外にも優勝がないだけに、この優勝は是が非でも欲しいところ、今後に気をつけたいのは3番車山田秀明、あとは5番の山田久典がこの動きを見る格好で最高峰です。こちらも自力自在多彩な動きがありますが、まずは最高峰で様子を見る格好です。早くも3番手で石原颯が車間を切った、赤番フォームに入るところで、さあこの辺りで動くか石原颯、前は1番の浅井が待っています。車間を切った石原がタイミングを図っている、この動きで短期勢はどう動くか。さあ赤番過ぎたところでまず石原颯が先端を開いた、しっかりと抑え切っています。1コーナーから2コーナー流れに乗って山田秀明が4番手に上がる、このうちで浅井康太が抵抗ですが、ここで仕掛けていった3番の山田秀明、山田が一気にペースを上げていきますが、ここで応戦する石原颯、ただ番手佐々木が離れたところにうまく山田秀明が潜り込んだ。山田秀明これで2番手を確保、佐々木豪が3番手、さあ隊列は縦に伸びて浅井康太は6番手、最終ホームを通過します。さあ逃げるのは石原颯、2番手山田秀明、これはいい展開になっている。さあロングスパートの浅井康太仕掛けていきますが、最終バックちょっとあるよくなって2コーナー外に流れている、むしろ3番手から再度佐々木豪が追い上げていく、佐々木豪が自力発揮、さあ佐々木豪が先にまくっていきました。その後ろから迫る浅井康太、3番手が混戦状態、さあ佐々木豪と浅井康太のマッチアップですが、4コーナー回って浅井捉えるか、浅井が先頭勝った、浅井康太ゴール、2着4番の佐々木豪、混戦状態の3着争いからは最後5番の山田久典が伸びています。最後はやはり混戦になりましたが、石原颯の先行に対して格乱に動いた山田秀明、一旦番手を確保、はまられた佐々木豪が最終バックからは自力で動いて展開でした。やや道中は意外な流れになっていました。浅井康太もやや強引気味のロングスパート、2コーナーでは煽りを食らったかと思われましたが、佐々木豪のまくりにうまく乗り換えまして、最後は直線勝負一気に抜け出しました。勝ったのは1番の浅井康太、最後は中部のエースの貫禄しっかりと示しました1番の浅井康太。
最後は道中絡まれながらも最後は自力で動いた4番佐々木豪が2着、離れた3着争いは混戦状態でしたが、混戦をさばいた山田下則が最後は伸びての3着です。勝ちました浅井康太は4月小田原以来2ヶ月半ぶりの優勝で今年3回目、 SQ55 回目、通算63回目ですが、デビューから16年にしてこの名古屋バンクは意外に初優勝。これで中部地区は全場制覇達成であります。1番の浅井康太、最後は中部のエースとしてしっかりとこの結果でファンの期待にも応えました。1番の浅井康太、堂々差し切っての快勝。最終順レース S 級の決勝が終了しています。決定までは今しばらくお待ちください。最終12レース S 級決勝戦をご覧いただきました。実況は藤沢ひろみさんでした。加藤さん、決勝戦いかがでした？はい、いや激しいレースになりましたね。やはり石原選手がね、抑えて先行体制入ったところ、これ山田秀明選手が、ね、追い上げていく形になって、そして番手に入ると、はい、佐々木選手は悔しかったでしょうね。あそこで自ら自分でまくり上げたんですけれども、浅井康太選手の仕掛けも最終フォームあたりあんまり、ね、いい仕掛けではなかったんですけど、これで優勝してくると決定、はい、1着1番浅井康太、2着4番佐々木豪、3着5番山田久典。名古屋競輪12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番4番760円、シャバン連勝単式1番4番1390円、三連勝複式1番4番5番2620円、三連勝単式1番4番5番9670円、ワイド1番4番380円、1番5番500円、4番5番620円、以上でございます。さあ赤間を通過して吉川希望一旦前に出ました。流れを作るのは6番手吉川、しかしながら谷口優馬が切り替え気味上がっていく。さあ吉武は番手を下げていますが、ここで入れ替わって7番の谷口、ジャン前から抑えにかかります。さあ谷口が今日も積極的にかけるか、短期戦のうねきはこの近畿勢の動きに乗っていった。吉川希望は下げて中段の4番手に潜り込んでいます。さあこの流れで吉武慎太郎、後方の6番手に回されている。先頭谷口優馬、中段が吉川希望、後続の動きを阻みながら中部勢が中段キープ。さあ吉武慎太郎、縦長の6番手に置かれています。最終ホームを通過して射程圏の3番手に、これは不気味、うねきさとろの短期戦です。先頭を逃げるのは7番車谷口優馬、3番手うねきさとろがここからいった。さあバックまくりでうねきさとろがどうやら前段を捉えに行きます。これは勢いがいい、うねきさとろが一気に前を捉え切った。切り替えた武田が2番手、吉川希望阻まれて切り替えた4番山田優也、吉武慎太郎ようやく4番手、4コーナー回った。しかし突き放したのは1番車うねきさとろ、好タイミングのまくりで快勝だ。2着は切り替えた2番の武田哲司。さあカバンホーム今残り2周、岡本仁奈が現在は高木の後ろを狙う動きを見せている。さあ高木の後ろで内に5番車内村真織、絡んでいったのは7番の岡本仁奈です。打掌前の攻防、まもなく2コーナーからバックへ入ります。誘導の後ろで大久保佳人がここは高木の仕掛けを待ちます。2番手宮地ねね、後ろから今度は2番車布光も動いた。昨日は周年の決勝シートを物にした2番の布光、ここで動きを見せている。布井がなんと高木の動きを封じ込んでいった。先頭6番の大久保がややスローな流れを作っている。これで高木真備ちょっと前詰まりの格好になった。この流れでどうでしょうか、7番車岡本あたりが動くのか。4コーナーから直線、やや波乱の匂いが漂ってきましたが、ここで7番の岡本が踏み込んだ。合わせて大久保佳人突っ張るか。最終ホームを通過して逃げるのは7番車岡本、岡本が飛び出す。しかし大久保佳人がこの動きを突っ張っている。前はもがけ、ようやく切り抜けた高木真備、実質3番手。2コーナーからバックへ入って、その高木が動いた。後ろは5番車内村が続く。最終バックを通過して大久保の逃げを捉えて3番の高木真備が先頭に
り勝った。後ろは5番の内村真織、粘る6番の大久保ですが3番手、4コーナー回ります。しかし突き放して3番車高木真紀先頭、高木先頭合理文句なし、2着5番の内村真織。中段から片岡も合わせ込んでいく。さあ機動型3人踏み合ったが、藤井優子がまず飛び出しました。結局合わせた2番の片岡中段に潜り込む形。九州勢抑え込まれて松岡は6番手、2コーナーからバックが入っています。さあこのままペースに持ち込むか、藤井優子が流れを作ります。縦1本でジャンが入りました。3コーナーカーブ、ここでピッチが上がった。藤井優子はここは思い切ってかけます。ハイペースの流れで飛ばす藤井優子、中段は片岡雄志、九州勢は後手を踏んで松岡は6番手、縦長で最終ホームを通過していきます。さあ懸命にもがいて藤井優子の逃げ、番手は4番南修司です。3番手西岡、2コーナーからバック、やや縦長、まだ中段は片岡雄志、後方に回って九州勢ですが松岡も仕掛けがありません。最終バックを通過、さあ後続自力で全く動きません。先頭藤井優子、番手南、あとは西岡翔一、ようやく片岡が前に踏んで4コーナー回ります。さあ粘る藤井優吾先頭、好展開南修司、南が追い込んだが5輪広がっています。最後は迫った3番西岡翔一。前は1番高橋でしたが、どうやら木村光輝が一旦前に出ます。ここは出入りのある展開でしょうか。一旦木村が切った流れで5番車窓場がさらに前に迫る。2コーナーからバック、まだスローなペースですが窓場近いよりは今度は叩いてジャンマイバックの攻防。しかしためを作った高橋の強行、一気に巻き返します。前で窓場が応戦しますが高橋が飛び出した。高橋と山内、地元コンビが飛び出していきます。ここは窓場一旦下げて3番手、これで木村光輝は再度6番手です。さあ一旦飛び出して高橋風がペース配分を取っている。ペースを作りながら高橋風への逃げ、最終1コーナーから2コーナーです。縦1本このまま飛ばします。1番高橋風、ただ射程圏の3番手が窓場近寄り、2コーナーからバックへ入ります。車間切った山内が引きつけますが3番手から上がる窓場近寄り、先頭高橋風ですが猛追窓場近寄りが前に迫っていく。先頭高橋どうやら捉える窓場近寄り、4コーナーから直線です。さあ窓場まくり切って乗った4番松尾が追い込む。しかし窓場近寄りが振り切って5人、あとは食い下がった4番松尾慎太郎。九島がまず後ろ攻めから上がっています。今残り2周800を切って一旦誘導を切らしたか2番の九島直樹、しかし福永大地も懸命にここはバックを踏んでいます。しかし見合った展開の中で結局九島が番手を下げています。切らせて後方に下げた九島直樹、ここで強攻策あるかどうか。まだスローなペース、スローペースの中で福永大地がまずはペースを作っています。さあ福永大地を一旦かけさせて九島直樹、まだためを作っていますがジャンの3コーナー睨みを浮かせながら福永大地がこれに合わせようという動きを見せています。スローな流れでここはスプリント戦、2センターから4コーナー回ります。さあここで九島の強行、ここで少し追い出しをかけましたが合わせながら福永大地まだペースに持ち込んでいる。最終ホームを通過、結局九島はバンクを降りまして終始3番手、こうなればもう福永大地のペースになります。しかし3番手がある九島は逆転なるか。ピッチが上がって2コーナーからバック、さあこのままかけます。1番の福永大地、番手3番の北野にこれはもうチャンス十分になっている。九島直樹は3番手、3コーナーから4コーナー、しかし後がかりの福永大地、これは
警戒にかける。番手北野が差を詰めて4コーナー回ります。さあ踏ん張って1番の福永大地、差を詰めて北野よしある、並んで今ゴール中近勢。前まで出るかどうか、今残り800を切ります。さあ赤番を通過してゆっくりとここで誘導を切った2番の小島啓司、ここは前で展開していきます。一旦前に出た石川勢、すんなりと掛け水下げていきますが、ここは3番手があります。前後夫人が入れ替わって2コーナーからバック、早くも掛け水が巻き返す。ジャン前で今度は抑え返した1番の掛け水康則、小島も少し合わせ気味でしたが掛け水がしっかりと抑え切った。さあここで四国勢がペースを作ります。掛け水が流れ込んで四国勢3人が前段。さあ一旦引いた小島啓司も早めの巻き返しがあるかどうか。4コーナー回ってレースは最終周回に入ります。このまま掛け水康則がかけています。四国勢が主導権、2番手は5番の網谷、3番手3番の近藤誠二です。小島啓司は4番手、マーク4番の伊藤が最後方。2コーナー回って小島啓司巻き返していきます。先頭掛け水もいいかかりですが、さあ小島の巻き返し届くかどうか。ようやく3番手から2番手、懸命にもがく小島啓司ですが、番手合わせながら網谷隆二が前に踏み込んでいく。4コーナーから直線です。さあ番手抜け出す網谷隆二が先頭に変わりました。突き抜けて5番の網谷隆二です。2着はどうか、3番の近藤誠二が続いたかどうか。ベテランの味を持つ6番の門脇真由美がまず前で待つ体勢を取っています。後ろにマーク校舎の2人、1番の日野と2番の飯塚、この2人が現在は前待ちの体勢で2番手3番手。対して4番の西脇美奈、ここで少し車間を切って一旦仕掛けようという構えでしょうか。西脇美奈、後ろに3番の国村みるり、5番の森内愛香、最後方は7番の岩田美幸です。さあ打掌が入って誘導が外れました。ベテランの門脇真由美はまずペースを作ります。2番手に日野、3番手飯塚、まだ後続の動きを待つような感じですが、4コーナー回ったところから徐々に4番車西脇が上がっていきます。3番手から2番の飯塚も反応していきますが、ここは飛び出す4番の西脇、一周掛けの展開に出ました。さあ西脇みんなの一周掛け、好展開は3番の国村です。完全にこの2人が抜け出しました。追いかけた5番の森内ですが、やや離れての3番手、体勢ばらけて最終バック、あとは1番の日野勇気がやや離れての4番手です。後続はもつれて最終3コーナー、完全に前の2人が抜け出している。さあ西脇みんな粘り勝負、好展開国村みるり、4コーナーから直線です。さあ完全に2人のマッチレースですが、先頭西脇粘る、しかし好展開国村が追い込んでゴリ並んでいます。最後は好勝負。さあ残り2周、赤番のホームを今通過、まだ後続動きはありません。奥村聡の動きをしきりに警戒するのが別線の2人ですが、7番の園田が後続を引きつける。太田武は中段。さあ2コーナー回ったところで奥村がスパート、前で園田が応戦する。さあ園田がここは突っ張っています。さあ園田は突っ張って懸命にもがく奥村聡、両者のもがき合いになった。さあ奥村がどうやら抑えきるか。園田がハイペースの流れを作っている片山マークを外しています。4コーナー回って、さあ奥村聡が飛び出すが、今度は番手に絡んだ7番の園田、5番の石坂とマーク戦、後ろから早くも太田武もロングスパート。これは別線の波状攻撃、太田武の一撃が決まります。2コーナーからバック、後ろは4番1番の宮越も続いて、中部勢2人が飛び出しました。あとは追い上げる2番の片山が3番手に上がっている。先頭太田、番手宮越、3番手片山で4コーナー回っていきます。さあ先頭太田の一撃決まっていますが、番手宮越も追い込んでくる。太田か宮越か、並んで5人、あとは2番の片山が3着。
さあカバンホームを通過してやはり林が突っ張ります。結局突っ張られて山崎翼は番手を下げました。今日も林が突っ張って山崎が後方、短期戦のハガリに切り替えありません。ハガリは終始最後方回りで2コーナーからバック。さあ一旦ペースを流して林貴博再度後続を引きつけます。番手吉野武史、3番手中川隆、しっかりと中部勢が前段でまとまっています。さあ溜めを作った山崎翼、反撃なるかどうか。4コーナー回って徐々にペースが上がります。さあここでしっかりとペースを取る4番の林貴博、ぐっとペースを上げて最終ホームを通過。さあ縦1本で飛ばす4番の林貴博の逃げ。番手吉野武史、3番手中川隆、あとは中島由紀が4番手、後ろから3番手山崎がようやくまくり返して最終バックに入っています。さあ先頭4番の林がかけています。追い上げた山崎は一旦4番手、さらにまくれるかどうか。まだ前段は中部勢だ。結局山崎伸びを欠いている。後ろからどうでしょうか。1番中島迫って4コーナー回った。先頭4番林貴博、林が堂々押し切りました。2着6番の吉野武史。前で1番の山田哲也が待っていますが、赤番を過ぎたところで久保田陽介、少しここで巻き返していきます。さあ久保田が上がって一旦抑えるか。1コーナーから2コーナー、ここで誘導が外れて一旦近畿勢が前に出ます。さあ久保田のイン切り、しかし落ち着いて山田哲也3番手に収まっていく。2コーナーからバック。さあ2番の雪成がちょっと中部勢に絡む動きを見せている。さあ雪成追い上げまして、坂本の外、あるいは山田哲也の番手を狙う構えか。4番の田中は終始最後方、スローな流れで3番車久保田がかけています。車間切った山田哲也タイミングを図る。4コーナー回って間もなく最終ホームに入ります。まだ引きつけながら久保田陽介が前待ち、山田はじっくりと3番手に構えて最終ホームを通過です。さあその後ろがもつれて雪成が追い上げマークを狙っている。1コーナーから2コーナーピッチが上がります。さあ逃げる形になった3番の久保田陽介、2番手6番の碇ですが、バック3番手から山田哲也がまくり返す。さあ番手碇が厳しい牽制ですが、乗り越えて山田哲也が前を捉える。後ろから切り替えを追い上げる4番の田中陽介、2番手に上がって前を追う。4コーナーから直線、さあまくり切った山田哲也ですが、後ろから4番田中が捉える。田中陽介ゴールイン快勝。2着1番の山田哲也。今残り2周赤羽を通過。さあゆっくりと上がった本村が前にプレッシャーをかけますが、やはりここはフェイントをかけて誘導を切らせました。再度本村番手を下げて一旦風を切る5番の阿部寛がペースを作ります。阿部がペースを作る流れ、スローな流れで2コーナーからバックへと入っています。さあスローペースからのスプリント戦に持ち込んだ3番車本村、果たして巻き返しがなるかどうか。今打賞が入りました。残り1周半、前は5番の阿部寛、スローな流れでかけています。本村隆文の一撃あるかどうか。ここはまだためを作る感じですが、見合った形から本村少し追い出しをかける。しかし阿部寛が徐々にペースを上げて、ここは腹をくくったか。このままペースを上げて阿部寛がかけて最終ホームを通過。さあ縦1本4番手から本村逆転なるかどうか。縦1本で1コーナーから2コーナーカーブです。先頭5番の阿部寛がかけます。2番手2番の清水邦明、3番手角野由紀で最終バック。まだ4番手本村仕掛けがありません。バック通過縦1本、逃げる5番の阿部寛、好展開清水邦明。さあようやく踏み込んで本村隆文、しかしちょっと前とは遠いか。4コーナー回ります。さあ先頭阿部寛もまだもがいているが、番手清水邦明外から迫る4番角野由紀並んでいます。